車道に降りてきた。二の塔登り口までちょっとこの車道を歩いた記憶があるんだよな。登り口を見ながらそのまま降りてったからね、前回。再び登山道に入りました。結構こっから二の塔まではね、そこそこ急坂っぽい登校線になってたよ。今回の一番の本命ですね。結構汗だくになってきた。影がそこそこあるから涼しいとこもあるんだけど、風があんまりないね。お、林道的なところに出た。登山道は林道15メートル降り右、三の塔まで 1.9 キロ、あと2キロです。あ、気持ちいい。15メートル、確かにほんとちょっとした。あ、なんかやっぱり、あ、林道を通っても大峠まで行けるんだね。まあでもいいと思います。坂を登り始めて20分ぐらい経過しました。まあ今はまだ快適に歩いてるけど、多分一回休憩するんじゃないかな、した方がいいんじゃないかな、5分だけでもいいんじゃないかな。お、看板発見。三の塔まであと 1.3 キロです。さっき 1.9 キロだったからな。二の塔までどんくらいかな。ちょっと息が上がってます。ここは眺望があるのかしら。あ、ちょっと見えるね。きつい。よいしょ。オッケー。ちょっと待ってね。ちょっと汗だけ拭いていい？休みます。あ、いい風。よいしょ。一休み。よ、休憩終わり。二の塔までは多分そんなに遠くないんじゃないかなっていう感じがしてる。今10時半過ぎなんだけど、もしかしたら二の塔過ぎて三の塔まで一気に行けるかなと思ったりしてます。レッツゴー。日差しがすごいよ。ちょっとかな、二の塔。どうだろうね。向こうは海かな。霞んでて見えないけど。そして大山とだいぶ標高が近くなってきた。
二の塔着いた、はあ、最後の階段すごかったな、人が多い、お富士山素晴らしい、そしてそこが三の塔だね、進みます、はあ、あーいい風最高、下の街が広がってる、三の塔あと 100m、 塔の岳までは 4.1km です、お着いた、 100m もなかったね、あここは確かに開けてる、汗だくです、あでもここは風が通っていいね、あ、あるよ、富士山の眺めが最高です、うん、来たかやるね、それではお昼ご飯、ランチタイム、今日も無印カレーなんだけど、いくつか新商品が出てたのでそれを買いました、ケララチキン、南インドケララ州のカレーなんだって、辛さは、5個中2個だから、まあ、マイルドめですね、それとジャスミンライスとで、カレーもう1個持ってきたんだけど、実は低温調理した牛肉ローストビーフみたいなのも持ってきたので、カレーは1個にしてそのお肉をトッピングとしてかけて食べる楽しみがあります、じゃーん、ローストビーフ、これを少し焼きます、で、小笠原の岩塩、岩塩じゃない、小笠原のなんか大粒の塩を振りました、これ絶対美味しいよ、なんかさ、山、暖かくなって山に行くのの良さはなんか山頂でちょっと料理とかを少し楽しめるってことです、寒いともうなんか速攻食べてなんか動き出さなきゃみたいな気持ちになるけど、それが良さです、お肉をトッピングしようと思ったんだけど、結局カレーを作る前にお肉を食べちゃった、美味しかった、いただきます、うん、うん、ココナッツミルクが美味しい、やっぱジャスミンライスに合うな、マイルドだけどねコクがある感じのカレー、具はチキンとポテトです、うん